皆様こんにちは。ピラティストレーナーのあずさです。今週も頑張っていきましょう。それでは始めていきたいと思います。今週も四つ這いからスタートしていきます。肩の下に手をセットして、股関節の下に膝をセットしましょう。ではまずは背中の方に呼吸を入れたいので、つむじを遠く引っ張り、背骨を床と平行にまっすぐにしましょう。そのまま鼻から息を吸って、吐きながら背中を天井にぐーっと丸めていき、ご自身の呼吸を背中の方にしっかり入れていきます。では今度吐きながら両膝を1センチ床から浮かせていきますね。背骨を丸めたまま息を吸って、吐いて両膝アップ、そこでキープして、その丸みを変えずに吐いて膝を下ろします。もう一度息を吸って吐いて、円吸い、吐いて戻しましょう。もう一度行きましょう。吸って吐いて、背中を丸めたまま両膝1センチアップ。そしたらここでキープします。チャレンジできる人はこのまま息を吸って、吐きながら背骨丸めたままお尻を後ろに引きます。さあ吸いながら背骨丸めたまま、膝も持ち上げたまま吐いて後ろに、もう一度吸って頑張りましょう。5回いきます。吐いて、円吸い、吐いて、背中が丸まって丸まって丸まって、円吸って吐いて、ラスト吸い、両手でしっかり床を押して吐いて、はい、ゆっくり戻して、両膝を置いたら背中を丸めてベストポーズいきましょう。